そしたらはですね、これを流体パイプでこのようにつなげていきますよと。このように集めた酸素がここに入るわけですよ。で、まあこんな感じで下にどんどんじゃあ突っ切っちゃって、じゃあここに穴ぶち開けて、おい、でここに開けちゃうとこれ開いちゃうんで、ここワイヤー通すと空気漏れちゃうんですよ。でここに使いましたるがこの密封可能酸素パイプ、こうすることにより、ほい、オッケー、ということでこのようにつながります。で次今度下からそう、あそこにあるじゃん、ピピピピ、このゾンビどこに湧いてるんだ、めちゃめちゃ怖い、わけあり物件どころの騒ぎじゃないぞそれ。でまあこんな感じで空気が漏れず、かつこのように空気、酸素が、下に持ってこれるという魂胆ですわ。そういうわけですわ。え？で今度はこの室内でこの持ってきた酸素を放出する機械を作れば、もうそれで、この辺に酸素が満たされるというわけでんがな。はい、これですね、酸素密封機、圧縮されたアルミ鋼、換気口、あー覚えづら、覚えづら、アルミ鋼換気口とね、分かりやすくしてくれればいいのに、原木2個とかさ。はい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 、あごめん、なんか意外と覚えやすかった一発で覚えられてた、なんかごめん、なんか文句言っちゃって、普通に覚えられたわ。はい、ということで酸素密封機できた。でまあこれをまあ適当にこの辺に置くと、こうかな、あ酸素入ってる、 OKOK、 O2 入ってるんで、でここにまたあれ、エネルギーが不足してるんで、一番上からだるこれ最上階から怒涛のソーラーパネル軍団からちょっと電気をね持ってこようと。でこっからあれか、まあ、いた、え、誰、おお前ここに湧くんだ、すごいね、よくここに湧こうと思ったよね。少しだからあんだけ大量にくっついてるから多分さ、電気足りるから、ここからまたここから多分下に持ってくれば多分電気来るでしょ。パリン、わーピュッ、でここから持ってくると、ほい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 、あ、それそれそれ、あ、違う、あそこ穴開いてるから空気漏れるわ。だからそうだ、ここでもう密封可能なあれがあるんだよ、ワイヤーがあるんだよ、これだ、密封可能重いアルミのワイヤー、重いアルミのワイヤーをこの鈴装飾ブロックで挟むことによってできますと。すげえ単純、チンパンでもできる、チンパンでも、すん、オッケーオッケーだー、はいと、オッケー、じゃあこれでおそらく、え、密封されてない、え、嘘、どこ、密封してるよ、え、密封されてないって、え、どこだどこだ、広すぎるのかもしかして、ワンチャンあるな、なんか広いとできないよみたいな、これ書いてあった気もするんで、一回天井めっちゃ低くしてみて、それでいけたら多分これ広すぎたってことだから、ちょっと一回天井めっちゃ狭くします。よっしゃ、これで天井だいぶ下げたんで、もうこれでいけなかったらちょっとマジ意味わからんティヌス3世なんで、わっ、だいぶ狭くなった、だいぶ開放感減ったなこれ。これでさすが、なんでやねー、もうこれでいけなかったら俺はもう切れる。オッケー、密封、これでさすがに密封、あはは、やっとやっと密封されてる。ってことは多分これで酸素が放出されてるんで、ここで酸素タンク外しても大丈夫のはず。はい、うわー大丈夫だ、すげえ、できたけど思ってたのと違う今さめっちゃさ、俺さ結構なんか、うわ面白いこと言った、うわこの動画めっちゃ面白くなるぞって思ったら録画ボタン押せてませんでした。今回なんですけども、前回、こちらの酸素密封、まあ、酸素で密封しようぜみたいな話になって、なんかめっちゃ狭い空間でしか、なんかできなかった。もう、どうしようも、みたいな、なんかそんな感じだったんですけど、酸素密封機を、これね、置きまくることで解決しました。はい、密封されてる判定になってますね。なんか、広い場合は、なんか酸素密封機置きまくれば、なんかいけるっぽいです。だから、もう上から酸素をもう、バー引っ張ってきて、もう電気バー引っ張ってきたから、あれ、結局、置きまくったソーラーパネルは正解だったんだよ。さあ、ということで、まあ、お次は、ま、何をするかと申しますと、もうね、男の子諸君、お待たせしました。多分みんなが好きであろう、ボスに、ようやく、行きたいと思います。もうめちゃめちゃ焦らしてごめん。で、何のためにボスを倒すんやっていうと、ボスを倒すとですね、まあ、前回同様、設計図を落とすんですよ。で、その設計図を使って、また新しいロケットを作って、また新しい星に行っても、もう、それでも、もう、この、世界が、もう、とても、凝縮した、して、この、俺のポケット、に入れて、なんかこうなんか変なレシートと共に出てくるぐらいの、まあそういうね意気込みでやっていきたいと思います。さあそれでは行きましょう。ボスのダンジョンはもうね、このダン、あそうだ、もうボスもうボス部屋の前にこれウェイポ打ってるんだ、そうだ、ここ移動して、あもうボスですよ展開早いな、酸素密封と下りと比べて展開がめちゃめちゃ早いんですけど、行きたいと思います。いざボス戦、や
うわ、でか、うわ、でか、でか、待って、想像の800倍でかいんだけど、ちょっと待って。うわ、なんかめっちゃ TNT 打ってくる。これは、おそらく見た感じ、この TNT を跳ね返す。ほらほらね、言ったでしょ、毎回俺の言うことが正しいの、なぜなら俺は神だからな。電池全能の神。でも、これどこに当てればいいんだ、これ。うわ、なんか待って待って待って、ちょ、あ、意外と強い、意外と強い、ちょっと待って、意外と強い、ちょ、筋肉、ちょ、意外と強い。ちょ、お前、いこ、もう、やっ、オッケー。これ、あれだ、腹だな。ボテッパラに当てればいける。引き付けてコーラ、わかった。コーラ、ここ違う、こう全然できてない。こうとか言ってる割には全然できてない俺。足元狙っていけ。相手の膝、弁慶の泣きどころ的確に狙っていく。はい、こう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 、はい、こう、はい、こう、こう、おい、はい、おい、すごい。ゲーム実況とは思えない語彙力の低さ。さっきからこう、こうしか言ってない。こう、こう。わあ、すごい。二つの頭がなくなって、残りの頭、一つ。さあ、お前の指揮はすぐ。マジかな。全然今日調子が悪い。たまにジャンプも取り入れてみる。なんか変化を付け加えてみる。そうしないと、このくだり、多分視聴者飽きて、視聴者維持率が、もう下がっちゃって、再生数が伸びない。これめちゃめちゃ単調ね。これさ、金リンゴあるからこれめちゃめちゃ単調ね、これ。イェーイ勝利かと、お、すげえ回る。浅田真央張りに回るじゃん、お前。しかも意外と声ブスだな、お前。オッケー、倒した。お、鍵ゲッチだぜ。で、これなんか全然触れてなかったけど、あれだね。おそらくこの卵がさっき TNT で爆破されて、あのちっちゃいクリーパーみたいなのが生まれてたと思うんだよ。これ壊せば、おそらくクリーパーが生まれるはず。え、壊せない、まさかの。いや。さあ、それではお待ちかね。ダンジョンの宝箱。あ、違う、こっち入り口でした。やめよう、こうやってなんかさ、ボケとかじゃなくて、ちゃんと天然で間違えるのやめようぜ。恥ずかしいから。ところで、宝箱あった。ポン。オーケー、刺さった。いいね。いい刺さり具合だ。オッケー。じゃあ、それでは開けていきましょう。せーの。はい。お、NASA 作業台設計図。自動貨物ロケット手に入りました。ありがとうございます。これ、まあ、自動貨物ロケットっていうのは、まあ、どういうものかね、説明しますと、自動で貨物を運んでくれるロケットです。で、なんだけどね、もう一種類あるんですよ、設計図が。で、できれば、もう一種類の方が欲しいんですよ、僕。っていうのも、自動貨物ロケットだとやっぱ次の惑星に行けないので、次の惑星に行くにはもう一種類、レベル3ロケットの設計図が必要なので、ちょっとね、またね、ダンジョンを探さないといけないと。そして、そのダンジョンを探す下りは、カットですよ、と。ちくしょう、意外とすぐあった。3秒ぐらいで見つかった。神。あ、糸ない。あー、痛い。さあ、ということで、また来ました。ボス部屋。それでは行きましょう。せーの、ほい。スッ。おー、出たね。相変わらずでけえな、お前。これもう、ただ単純にこうやってるのが一番強い説。単純にこうやって待って、打ち返すのが一番強い説。ほら、もうこれが一番強いじゃん。もうさっきみたいにさ、変に飛んだりしないでさ、もうこれが一番強いじゃん。なんだこれ。なんだこのクソゲー。これだけで。もう、これだけよ。もう簡単なお仕事。もうこれ、お母さんでもできる。チンパンジーの、あ、ちょっと待って、あ、普通に痛い。ちょっと待って、あの、筋肉食いたい。あ、筋肉食いたいけど、完全にタイミングを見失った男。あー、ミスター。あー、ちょ、あ、なんか乱されてる。落ち着け。そう、冷静に。丁寧に描くと決めてたけど、トゥンタカタンタ。また死ぬな、これ。図に乗ってると死ぬぞ。意外とギリギリの戦い。もうミスらない。オッケー。俺は今、心に決めた。自分の一番大切な人を今、頭に思い浮かべてこのゲームやってます。大丈夫。その時の俺はもう絶対にミスらない。オッケー、ほら、泣いたでしょ。大切な人を思い浮かべた時、人は強くなる。お前誰だ。お前は邪魔をするな。完全にこれ、介護感が。はぁ、全然金、あ、待って、あ、鍵死んでね。あ、え、鍵死んだ、これ。あ、ちょっと待って。おい、鍵死んだな、これ。おい、そんなありかよ、おい、ちょっと待って。おい、クリーパーの爆発でさ、鍵なくなったんだけど、ちょっと待って。ねえ、そんなことある、あっていいの？ボスのドロップアイテムがモブの爆発で消えるって、そんなことあっていいんですかね？おい、開けさせろよ。おい、嘘。わかった。あの、僕にいい考えがあります。次のダンジョン行って、鍵を手に入れて、で、その次のダンジョンの宝箱見るじゃん。そこで鍵を一旦、まな板で増やします。てかさ、鍵まな板で増やせば、ボス倒さなくても宝箱開けれる説。それでいこう。最悪次のダンジョンでも自動貨物だった場合でもね、こう戻ってきてまたチャンス得られるんで、未開封と。これ第3弾いってきます。ピュー、うわー、出せ。オッケー。ただ冷静に、丁寧に。でって、おう、デレレデレデレ、このまま君を連れてゆくと、丁寧に描くと、
まずで、ここで落ち着く。ここでまず気をせいて、宝物じゃない、宝箱を開けない。これまずびっくりした。エンダーマンかと思った、びっくりした。うわ、目の前にエンダーマンいると思ったら違った、パイプでした。これをこれ重ねられんのかな。重ねらんねや。まあまあ、それそうだろ。確実にこれは皆さん真似しちゃいけません。これもう完全にこれ多分モッドの作者が見たら怒ります、本当に。ところでまずこれを使って開けます。あ、しかもレベル3ロケット出ちゃったよ。増やす必要はなかった。大量の鍵いらんからもうあげるよ。あげるあげる、いらないいらない、こんな鍵いらないんで。誰こんな増やしたの。ということで無事ね、この2つの、設計図が手に入ったので、でも早速これ作っちゃいますか。 NASA 作業台で OK、 そうしよう。戻りて、さあそしたらばですね、この NASA 作業台にこの設計図を入れますよと。新しい設計図をアンロック、自動貨物ロケットアンロック、そしてレベル3ロケットもアンロック。さあこれでですね、貨物ロケットとレベル3ロケットが作れるようになったということで、まあ、貨物ロケットはとりあえず置いとこっか。多分使う時になったら作ろう。まあ多分貨物ロケットっていうのは少しとかするときに、要するに荷物を積んで荷物を送れるっていうアイテムなんですよ。の中の圧縮マトリョーシカみたいになってるんですけど、それやって、これでヘビーデューティーメッキ、あ、俺このヘビーデューティーメッキレベル3のデザインめっちゃ好きだわ、なんかね。そして高2、さっきから高2って言ってるから、高校2年生じゃないですよ。そして開校からでブラッタータートやで、ここにレベル3ロケット、おでけー、